多摩シネマフォールムは、多摩映画フォーラム実行委員会が、毎年多摩市で開催する日本の映画祭である。正式名称は、映画祭多摩シネマフォールム。略称は、TCF。多摩映画祭、多摩映画祭と呼ばれることもある。日本映画の活性化を目指して、映画ファンのネットワーク作りを目指す多摩からの発信21世紀の、 街づくりを目指して映画を通した新たなコミュニティづくりを目指す摩からの発信日本を代表する映画祭の一つである。毎年11月下旬頃より約1週間開催し、八王子市のクレセントホールパルテノンマ、ベルブホール、ビータホールの3会場4ホールで上映される。2008年までは山場とホールでも上映されていた。 各ホールで1日に2から3作品前後の映画が上映され、観客は1200から1400円程度の料金で見ることができる。入場料は廉価ながら上映される映画の質は決して劣ることはなく、監督や出演者が実際にゲストとして招かれ生トークをすることもある。また、第10回に創設されたコンペティションタマニューウェーブでは、新進経営の映画作家の中、 長編映画を上映し、実行委員や一般審査員がグランプリを決め、毎年新たな才能を世に送り出している。第19回には、玉映画賞が創設された。1991年2月、玉国際友好映画祭実行委員会が発足。この時は、玉市公民館が主催で、親とこの良い映画を見る会や、公民館主催で行っていた16ミリフィルムによる、 市民映画企画委員会のメンバーらが実行委員となる。デザイナーの矢萩基重郎が映画祭の趣旨に賛同、映画祭のロゴマークを提供し、8月より、多摩シネマフォールムイコール多摩映画フォーラム実行委員会として正式にスタートする。11月、多摩市政20周年記念事業として、第1回映画祭多摩シネマフォールムを開催する。会場は、 山場とホール一会場のみ、映画祭期間中に行われる中、長編の映像作品を対象としたコンペティション。日本映画界に新風を送り込む新しい才能を発見し、多摩より広く発信することを目的としている。短編作品のコンペティションが多い地域映画祭の中で中、長編を扱うのは特徴的である。ノミネート作品の上映及び受賞式は、 映画祭期間中にビータホールにて1日のみ開催される。惜しくもノミネートからは外れたが、できるだけ多くの人に見てもらいたいと実行委員が思った作品は、ある視点部門として平日に上映する機会が設けられる。明日への元気を与えてくれる、夢を見せてくれる活力あふれる息のいい作品、監督、俳優を映画ファンの立場から感謝を込めて表彰するために、 創設された賞。前年10月から当年9月に劇場を公開された作品が対象となる。日本で最も早い映画賞として知られ、国内映画賞のトップバッターとして注目を集める。1998年、映画祭や他の自主映画上映会とは一味違った企画で、映画を作る人、見る人、これから作りたい人、何かやりたい人などの広場になればという趣旨で、 インディーズ・イン・タマというレーベルを立ち上げた。2005年までに23回行われ、実質上映会の前身である。映画祭タマシネマホールムを多くの方に認知してもらうことを目的に、映画祭開催期間外に年数回行われる。主に土曜日、1日1作品を3から4回上映し、マニ監督などのトークショーがある。会場はベルブホール。タマ映画賞に関するカテゴリー。 ありがとうございます。